新しく入った亜美選手、まあ、どういったプレイヤーなのかはまだ分からないので、そこ今警戒してるっていう感じですね。リフトライバーズでランページのプレー見て思ったのは、エビ選手のスプリットプッシュ、カミールだったり、まあ、そういうキャラがドハマりしてて相手にするのめんどくさいなって思いました。まあ、ランページのボットは、まあ、俺らより格上だと思ってるんで、挑戦者だと思って食らいつけるように頑張りたいです。やっぱりベテランだし、昔チームメイトだったし、実力はある選手だと思っているので、油断しないでしっかりやりたいなっていう感じですね。サマーの前半も終わって、まあ、折り返し点なんで、まあ、この試合勝って勢いつけれたらなって思ってます。昨日の試合で USG も負けてたので、結構リフトライバル終わった後のチームのパフォーマンスだとかっていうのが多分今注目されているのかなと思うので、リフトライバルズでの経験を生かしていいプレーができると思うので、そこを注目してほしいです。皆様こんばんは。本日は LGL2017 サマースピリットラウンド6 Day 2の模様をお送りいたします。改めまして実況を務めますサイズです。解説にはレボルさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで、まあ、インタビューリフトライバルの話もありましたが、そうゼロスとゆとりもやし、もともと同じチームなんですよね。まあ、彼らは、まあ、その時はゆとりもや選手がトップレーンで、そしてゼロス選手が AD キャリーという形のチームメイトでしたが、まあ、彼らは互いに特徴分かっていると思いますが、今回は AD キャリー同士の戦い、そしてゼロス選手は彼らのランページのボールというのが格上だと思っている挑戦者だという形で臨むようですね。いやー、ちなみにあの2人が同じチームになったきっかけが2014年なんですよね。2014年、まだその当時はデトネーションオーカスミーの2部チームとしてゼロスタが声を上げたんですよ。自分たちがチームを作ってLGL に出たいと。そして、まあ、デトネーションフォーカスミーの2部として、まあ、ラビット5として勝ち上がって、そして確か決勝戦行きましたよね、はい、2015年だしでしたか。そうですそれも非常に印象に残ってますね。まあ、そこからのつながりですからね、思うところもあるかもしれませんが、一方でユトヨマヤシ選手リフトライバルズを終えて、その経験を生かして勝って、この試合いい試合をしたいと、いいパフォーマンスを見せたいというふうにおっしゃっていましたが、ちょっとここ2試合を見るとですね、そうですね、そうなんですよ、リフトライバルに行ったチームが負けてるんですよね。そしてパフォーマンスもちょっと良くないのかなという感じもしますからね。もちろん、やはり移動による非道というところが大きいと思いますが、さらにはもう一つ相手チームリフトライバーズに行ってない3チームの、まあ、2週間空いた中で練習みっちりと詰めているというところですよね。うん、ちなみにランページのちょっとですねオーナーの方と、まあ、先ほどちょっと会って話す時間があったんですけど、一言目に言われたのが、僕らが負ける流れですねって声をかけられてですねそうですよね、それを言っていいんですかみたいな感じになり、そして今度はまたバーニングコアのマネージャーともパッとすれ違ってですね、その時に勝てる流れが来てますよねっていうことをちょっと聞いてみたんですよ。そしたら求められてますねお互い分かってるなと。ただまあ流れだけで、まあ、ゲームの勝敗が決まるものではないですが、だからそういった勢いというのは重要ですよね。さあ、そしてあとはね、アミーが加入したからちょっと警戒しなくてはというトリムヤシもね話してました。まあ、この後スターターで紹介しますけれども、彼もともと韓国の2部リーグ、スプリングシーズンは韓国の2部リーグで戦っていた。ただその時はトッププレーナーとしてプレーしていたんですよね。一度か二度ほどジャングルとしてプレーする機会もありましたが、基本的にはトッププレーンで、そしてまあオラフのようなかなりアグレッシブなレーンをドミネートするタイプのチャンピオンを優先してピックしている傾向にありました。ジャングルとしての特徴というのはちょっとつかみづらいですね。一応ですね、私この間先日ですね、ちょっと、ゲーミングハウスにまあお邪魔させていただいていろいろ話を聞く機会があって、まあ、その時にアミには会えなかったんですけれども、話を聞いたところですね、 KR の、サーバーでまあ大体ソロ級ラダーいくつみたいな話あるじゃないですか。
チャレンジャーのアカウントを2つ、所持したことがあると、言ってましたね。まあ、個人技に優れたプレイヤーであるというのは間違いないですよね。あとはかなりあのプロ意識が高くてですね、まあ、バトルコア、あ、バトルチンバトルコミックスでしたか。そうですね、バトルコミックから、こちらの、バーニングコアにですね、入るわけなんですが、その時に言っていたことが、まあ、自分が多分一番上手くなるよと、それでもいいのかいみたいな会話があったらしいんですけれども、まあ、全プレイヤーにリーグオブレジェンド教えたいよと、自分がこのチームのレベルを底上げできるから行きますというコメントをしていたということでね。まあ、そんな中で、まあ、いつ加入もしくは、まあ、練習に参加したのかちょっと分かりませんが、この2週間の間にどれだけ、そういった、まあ、チームとしての連携であったり、そして、まあ、技術の向上というところが行えるかどうかですよね。さあ、そしてランページとしてもリフトライバルの、まあ、疲労という部分を見せないでいい経験をそのまま出すということが大事ですけれども、達する、疲れはな、ただあまりなさそうですかね。そうですね、まあ、ここまでのところ、まあ、USG にしろフォーカスミにしろ、まあ、疲れはあまり見られないんですよね。しっかりとした、まあ、戦いが望めているんですが、やはりちょっと、まあ、東南アジア、そしてオセアニアとの戦いと LGL の戦い、ちょっと齟齬があるというところでちょっとズレがあるのかもしれないですね。そして、まあ、タッスルを見ると私がよく実況で This is タッスルって使うんですけれども、あれ、まあ、まあ過去にも紹介したんですが、タッスルが自分でマイクで言うんですよいいプレーすると、はい、自分で自分のことを This is タッスルと言うと言うのがあってですね、まあ、知っている方は知ってるかもしれませんけれども、なのでいいプレーをするとそういう風に言われると嬉しいと。で、周りのメンバーはそれについてどう思ってるのって言ったら、ちょっとダサくないということも言ってましたね。ただそれを言われると、まあ嬉しがると、タッスル自身が嬉しいということですので、まあ、まあ、バロンスティールであったりドラゴンスティールであったりとか、まあ、それだけではなくガンクの成功といったところでこう気分乗せていくというところも重要ですからね。単純に会話がないよりはある方が明らかにいいですからね。そういったところの一つきっかけにもなっていると思いますからね。そしてちょっと振り返ってですね、このパッチ6、あ、 7.13 でまあ戦うわけじゃないですか。でリフトライバルに行ったチームは今まで通りこう日本の、まあ、スタイルというか LGL のスタイル安定して、そしてゲームを作って、ローテーションから仕掛けるような展開というので、まあ、プラン通りやっていくような戦い方が多かった。一方、行ってない、例えばセブンセブン、そして昨日の、ラスカルジェスタに関してはキルゲームを狙ったような、展開で自分たちのテンポを作っていったというのがありますよね。そこが非常に面白いですよね。今までの LGL のスタイルとはまた違うスタイルで、特にナスカルジェスター、今回のセブンセブンもそうでしたが、まあ、キルゲームで勝っていくという展開、特にこう東南アジアらしさを感じさせるような、そういった戦い方でしたよね。そういった、まあ、やはりこうローテーションの部分ではやはり上位チームの方が一律の長がある、そこを崩すためにあえてキルゲームに持ち込んでるのかなという感じもしましたからね。例えばゴールドのアドバンテージを作っておけばローテーションで先回られても、アイテムのリードであったりというところで巻き返せるというところを狙ってるのかもしれないですね。ただどうですか、そのラスカルジェスターにしろ、ちょっと名前が、セブンセブンにしろ、ワイバーン、そしてサベージがいて、キルゲームを起こせるジャングラーがいたわけじゃないですか。そしてここでバーニングコア、新しい、まあ、ジャングラーのアミが入ったということで、このアミがそのキルゲームを作るのか、そういったプレイヤーなのか。ただトップレーンでプレイしてた時は強気なプレイヤーなんですよね。強気なプレイヤーだったと思います、まあ、オラフをトップレーンでピックするくらい、その時もオラフ、トップオラフはメタではなかったですから、それを考えると、まあ、彼はアグレッシブなプレイヤーなのかなと。ただトップレーンとジャングルではスタイルがまた違うかもしれないですかね。気になるポイントですね、はい、さあそれでは皆さん、お待たせしました、 LGL2017 サマースプリットラウンド6、ラウンド6ですね、ラウンド6マッチ3、バーニングコア VS ランページ、こちらの試合の模様をお送りいたします。さて本日のスターターですが、まずはバーニングコアから見ていきましょう。トップアカシ、ジャングルアミ、ミッドホリス、ADC ゼロスト、サポートレガトとなっております。さあ続きましてランページのスターターです。トップエビ、ジャングルタッスル、ミッドラムネ、 ADC ゆとりもやし、サポートダラとなっております。さあ続いて両チーム本日の注目選手です
アミそしてダラとなっております。まあアミ選手のジャングルのスタイル気になりますよね。バーニングコアに対して、まあ、どういった、まあ、影響力を発揮できるのかというところで非常に重要なプレイヤーだと思います。一方のダラ選手はボットレーンまずしっかりと勝っていくというところがランページにとってリフトライバーにとって改めて重要なんだなと把握できたと思いますから、まあ、彼のプレーにはやはり期待していきたいですね。表情を見るとアミは全く緊張している様子はなさそうですね。このプレイヤー19歳だそうです。若いですね。そして、まあ、スプリングシーズンの韓国の2部リーグというのはオフラインで全て行われているのでこういったオフラインの経験も十分持っているというのもありますね。なるほど。一方のダラはちょっと落ち着いているというかどっしりと構えますね。そうですね、まあ、自信、まあ、リフトライバルでつけたでしょうし、そして、まあ、ボットレーンのところのアドバンテージというのを生かしていくというところもかなり狙ってると思いますからね。さあこの両チームのプレイヤー、ただダラがボットレーンの主導権を取るようなピックをするのか、それともロームするようなピックをするのか、いろいろ選択肢はありますが、最近だとエディキャリー、カリスタやバルスというチャンピオンが、まあ、エディキャリーから動かせるチャンピオンもメタになりつつありますから、まあ、サポートブラウムやの あとはアリスターのようなチャンピオンでも問題ないですよね。どういったチャンピオンをピックするのか楽しみですね。さあそれではドラフトスタートしているので見ていきましょう。サイドの選択権はバーニングコアが持っていました。ブルーサイドを選択、そしてレッドサイドはランページです。ドラフトやはりホリスにターゲットでゼドはバンしていきます。そしてレクサイはバン、あとはケイトリン、ガリオ、ザック。ここまでのところガリオが LJL ではかなり評価が下がってますね。バンもピックもされてませんね。されてないですね。海外的にはどうなんでしょう。ピックされてますね、レッドサイド側がターゲット必ずバンしなければならないような形になっていることが多いですね。ただそれでも悪試合は徐々に増えつつありますね。じゃあピックされると。そうですね。さあランブル、スレッシュ、ランブルをバンしたというのはちょっとバーニングコア面白いですね。ここまであまり評価がされてないようなイメージもあったんですが、そしてエリスをバンですか。レクサイエリス、序盤から仕掛けられるチャンピオンを潰していきましたね。ファーストピックを持っているだけにこういったチャンピオンを取るのかなと思いましたけどね。そしてケイトリンを開けて、まあ、ランページとしてはケイトリンを取らせてバルスを当てるというところリフトライバルズは見せていましたからね。かなり自信を持ったボトルのマッチアップ作れそうですね。ただラウンド5でこのケイトを取った時のゼロストのパフォーマンスというのも非常に良かったですから、ここ、まあ、バルスとあとはブラウムですかね。レガド選手ブラウムもかなり得意としていてピックする頻度非常に高いですからね。おっと、ただ一旦隠してまずはタッスルのピックを決めようと。リーシン、これで序盤アグレッシブにいけるジャングラーが何が残ってますか。オラフ、グラガスぐらいですかね今のメタだと。ただそれも1周目からガンクするというのは非常に難しいですからね。やはりオラフにしますか。いきますか。トップレーンでも使っていたくらいですからね。得意チャンピオンということでしょう。ただ1周目ではガンクできるようなチャンピオンではないですよね。そうですね。もうブラウムの可能性は高いと思いますが、先にもうオリアナやタリアのようなチャンピオンを先出ししておくという可能性も十分考えられますね。ただどうでしょう、そのモルガナというのも確かに良かったですからパフォーマンス、はい、ただ相手のサポートが見えていない中でモルガナというのはちょっと難しいですね。タムケンチにしました。やはりただブラウム悩んでましたね。このタムケンブラウムではなくタムケンチにしたのはエビ選手のスプリットプッシュに対してタムケンチのアルティメットでプレッシャーを与えたいという狙いがありそうですね。そして神いるロック、エビは誰に向かって今に指を指していたんでしょうか。ここで、まあ、ジャックスそしをバンすると思いますが、ルブランですか。さあルブランからバン、やはりホリスを警戒している。ミッドレーンのピック、オリアナとシンドラ、ラムネ選手が得意なチャンピオン、あとタリアといったところも残っていますが、バニンコアとしてはどう判断しますかね。全てオープンの形になりそうかなと。あとはそうなると、まあ、サポートの番ですね。さあまずはラカンから、
こうなるともう1チャンピオンとしてはまあ、ザイラですか。その可能性が高いと思いますね。ただブランドサポートもダラはできるんですよね。あとはブラウムもタムケンジに対してはレイペイトとかでカウンターになりますね。じゃあブラウムをバンしていくようなそういった形になるのではないかという、そういった。そしてシェンをバンしました。さあバーニングコアのコーチはラデン、そしてランページのコーチは3-4です。これタリアを先にピックしますかね。タリアやシンドラのチャンピオンを先出ししてカミールサポートということもちょっと考えられる気はしますが、しませんか。なるほど、エンゲージを全て任せるってやつですね。そうですね、確かにタムケンチであれば、ただタムケンチにカミールサポート出してもあまり意味ないのかなと思いますけど、となるとエビ選手がトップレーンでカウンター取れるというところが、あーなるほど、考えられるかなと。カミールまだサポートが見えていない状況ですから、カミールそのままトップレーン使うこともできるしという判断できますよね。さあそしてカミールに何を当てるかと思いましたが、グラガスのようです。アルティメットでヘクステックアルティメイタム外に出せば解除できますからね。ただし序盤はレーンフェーズのところはカミールが有利になってきます。試合時間が進めば進むほどグラガスがアドバンテージを取り返している形になりますが、まあ、本当ですか。おー、ロックだー、ジールだ、ホリスが見せてくれます。久々に見ました、ゾーンコントロール、タワー CG 構成ですね。ただこちらもゾーンコントロールができるチャンピオンを取るのか、ランページバックに飛び込んでいく構成にしますか。タリアにしました。分断する形ですね。はあ、お互いゾーンコントロールを主体として AD キャリーにダメージを出していく、そういったチーム構成になったと言えますよね。そう言えますね。しかしバーニングコアの方がより守備的な形だと思います。グラガス、オラフ、タムケンチがフロントライン、そして、まあ、アジルのアルティメットで距離を取る形ですね。一方ランページとしては敵のばかりに飛び込むことも可能です。カミール、リーシン、タリア、この3名が相手の陣形を破壊することが可能ですからね。さあその上でレボルさん、序盤どこ見ていきましょう。いやただアジルバーサスタリア気になりますよね。まあそうですよね、久々ですから気になってしょうがないですよね。ただやはり序盤ジャングラーがどこにガンクに行くのか、それともファームタイプのジャングルのルートを取るのかというところが重要ですから、まあ、両ジャングラーの動き、レベル1からの動きが重要になってきますね。まあ、特にアミはまあ、サマースピリット初出場なわけですから、このアミのルート取りというのは非常に見ていきたいポイントですよね。オラフの場合だとジャングルのクリアスピード非常に速いということを考えると、ラプターレッドのまあレベル4にラッシュするようなルートになる可能性が高いです。そこに対してランページが何かしらプレッシャーかけていくかどうかですね。そうなった場合、こう一番最初ラプタースタートかどうかをランページとしては把握しておきたいと。そうなると思いますね。リーシン、まあ、タッスルとしてはスタート位置を隠すこともできるわけですが、さらにゆとり前選手が使うバルスであれば、まあ、相手がラプター勝っているところに対して Q や E を打つことによってスティールすることもできますから、一度まずはラプターに対して侵入していくような動きを取るのではないかという感じしますね。あーなるほど、確かにラムネの使うタリアでも十分、プレッシャーかけられますよね。さあバーニングコア、この後半戦でメンバーチェンジをしてどういった戦いを見せるのか、そしてランページリフトライバルから帰ってきてどうなるのかというところです。そうですね。ね、流れがぶった切られてしまったんで、ちょっと流れをさらにぶった切るとですね、はい、あのバーニングコアのちょっと小話をしようかなと思うんですけど、バーニングコアのゲーミングハウスのルールって、まあ、いくつかあるんですけど、いくつあると思います？まあ基本的には大体5か条3か条って言いますよね、うんうん、そのあたりだと思いますが、そうですよね、びっくりしますよ、36項目めちゃくちゃ多いですね。36項目あるんですよ、まずルールが。でそれをまあ、冷蔵庫にこう貼ってるんですけれども、その36項目を一つずつこう見ていくとですね、34項目目に何て書いてあると思います？面白い項目が書いてあって、このルールにつきましては、都度何かあるたびに追加していきますというルールがだから36で収まらない可能性もあるわけですね。そうですそうです。なんで今ひょっとしたらこの瞬間に増えてる可能性もあると。何かしらこう、まあ
生活上でのトラブルがあった場合にそれをまあ次決め事として決めておくということでどんどん追加していくということですか。ただ覚えられますかね。大体そういうものをちょっとシンプルにして、まあそうですね、することが多いんですが、まあ、3つか5つかみたいな、まあ、きっちり決めておくと細かに決めておくということのようですね。まあ、たくさんねいろんな文化の違う人たちが、まあ、集団生活するということでそれぐらい必要だよっていう話はしてましたね。まあ、国籍も違いますからね、文化がそれだけ大きく変わりますから、そう考えると、まあ、一つ面白い形ではありますけど、ああ生活の知恵なのかもしれないですね。ああそういう意味ではなんかいろいろ調べてそのルールを決めたというのはお話しされてましたね。まあちょっとした小話でした。さあ始まりました LGL2017 サマースプリットラウンド6バーニングコア VS ランページのゲーム1スタートです。さあやっぱりこのミッドレーンですよね。久々に見ましたね、アジール。シーズン5の王者ですよ。あの時はミッドレーンアジールかビクターかしか見ませんでしたが、そうですね、バンもされずピックするしかないみたいな。そうですね。あとはね、個人技術が非常に、まあ、反映されるチャンピオンなんですよね。非常に難しいチャンピオンですね。今回の場合だと、まあ、レインフェーズのところタリアの方が序盤はアドバンテージ取りやすいと思います。ウェーブクリアも楽ですからね。そこを耐えながら堀選手としてはレーニングしていく必要性があると。おっと、ただやはりラプターに入ってきました。フラッシュダウン警戒はしていたんでしょうが、ポジションが少し甘かったか。おっと、タッスル選手はラプターからではなくレッドバフからでもなくブルーバフから。これはトップレーンのレベル3ガンクというのもちょっと狙ってますかね。エビをスノーボールさせようと、そういった形狙ってると思います。一方でバーニングコアサイドはやはりラプターからのスタートですね。さあただこの動きランページとしては情報を持っている。ただやはり早い。まあこれですよね、早いですね。おっと、面白いルートを取りましたよアミ。ここでキーストーン、まあ、3来店の号令というのは堀選手変わらないですね。これ赤バフ、おお堀選手しっかり取りましたね。これでタッスルの位置把握、トップサイドにいることを分かっています。そしてアミのルートがやっぱり面白い。ブルーバフ、これグラガスがよく取るルートなんですが、これ実はワード置いてあったんですよね。ジャングリング開始した時にもしかしたらランページとしては把握できていたかもしれないですね。これあれですよね、この後ウルフ取って赤バフ取ってクルーグのルートですよね。そうなりますね。これ一つ利点としては、まあ、もちろんジャングルのルートを予測しづらいレベル4の段階で、ジャングラーがボットサイドにいることができますからね。フーウィルウィンではランページの方が数字としては高い。いやこれでタッスル選手もボットサイドに寄ってますね。ただピン出てますね。ボットサイドに行ったことをバーニングコア予測できていますよ。レッドバフに置いたワードに移りましたかね。ただホリスフラッシュがない状況です。当たった、スキルショット当たりましたが、このブリンクがあります。さあここでアミはレッドバフを取りました。また一段と堀選手はレーニング苦しくなりましたね。まあここ本当は行きたくないんですよね。そうですね、行きたくないがミッドレーンのカバーでというようなシーン。リコールして買ったアイテムはダークシール。そしてコントロールワード買いましたか。ミッド周辺の視界のコントロール、まあ、レーニングところに、まあ、集中したいということですね。ラストヒットが今現在あまり取れてませんからね、ここしっかり取っていきたいところです。通常のオートアタックのダメージが低いのがこのチャンピオンの特徴でもあります。これはかなりの差がつきましたが、 QCS ワンウェブ差、まあ、この時間帯であれば、まあ、一度ガンクも受けた、そしてフラッシュを落としているというところも相まってラムデン選手の方がリードを作りやすいですね。さらにアミはボットレーンに体を出しましたが、ここは分かっていますランページ。
ケリエレとジャングルはノーデータです。ボットレーンが強いのがよくわかります。とんでもない数値ですね。オールレーンランページの方が上回っているですが、ボットレーンに関しては圧倒的な、まあ、安定してますよね。リフトライバルズでも彼らボットレーンが勝つとそれだけ、ランページとしては非常に戦いやすいようにしてましたからね。おっとおっと、ダイブした瞬間ボディスラムで返された。フラッシュアウトです。エビは A がつくプレイヤーに関しては1対1、1キル上げるんですかね。あっちゃも大選手もそうでしたしね。今回は明石ですよ。なんとここは渡さずに済みましたが、ただフラッシュがダウンして明石はフラッシュダウンしてませんからね。この差大きいですよね。さあ、そしてレボルさん、まずは序盤の立ち上がり、アミの動き、チームの連動を見てどうですか。ここまでのところはまずパームを優先しているような動き続いてますね。ガンクというよりも静かにゲーム立ち上げているという形ですね。この後どこに行くのかと、トップフラッシュを落としているエビ選手に対してガンク仕掛けていくのかですね。あとはディパードによってタス選手の動きを把握できているというところもありますから、少し隠れなバニーコアとしては楽になりますね。まあ、ただランページとしてはボットレーンのレベル6のタイミングでボットレーン2対2で仕掛けていくというところを狙っていると思いますから、そこまではランページとしては丁寧に進めていくという形になると思います。バニーコアはボットレーンのパースパイクというタイミングをどういなすかも重要になってきますね。まあ、そしてゆとり回し、さすがというべきでしょうか。ラストヒット負けていません。タムケンチにブラウムが有利だからというのもあるでしょうけれども、それでも今ケイトリンレーンの強さ、圧倒的なものを持っている中で負けていないというのは非常に素晴らしいですね。このボットレーンのパワースパイクレベル現在5、あと1ウェーブか2ウェーブの前衛でレベル6。ここからランページは一気に、まあ、アクセルを踏むと。そうですね、そういった展開非常に多いですからね。これに対してバニーコアとしてはカウンターを取らなければなりませんが、アーミーもボットサイドケアに入りつつ、ただリコールになるでしょうか。そうですね、ここからランページとしてはミッドからボットにかけての視界を取りながら、まあ、ボットに仕掛けやすい環境を作っていく。バニーコアはどう判断するかですね。あと今オラフってちなみに評価どうなんですか。そのグローリーがカタリストではなくなったのでカタリストが購入できないじゃないですか。なので、まあ、カタリストラッシュしなく、グローリーのラッシュというのは行わなくなったのかなという感じしますね。アミ選手も今回勝っていませんし、あとジャングルをクリップ変わるときにマナを使うので、それがカタリストが非常に有効だというのもあったと思うんですけど、ただトラッカーズナイフの、まあ、マナリジェンのバフの影響によってなくても大丈夫になったのかなという感じしますね。おっと、おっとボットレーンに移行したところ、いやラグナロク発動中です。 CC は無効ですが、ここはラムネフラッシュアウトをしながらの回答、ナイスプレーです。これによってボットレーン仕掛けるのがランページ難しくなりましたね。レベル6ラッシュしたアドバンテージ持っていたんですが、そこをアミ選手がしっかりと潰せた。この動きは大きいですね。完全に読んでいたと、そう言えますね。ヘクステックアルティメイターが大ゴリ当然解除されます。ただそこに達する、いやフラッシュインのキックは読んでいます。明石フラッシュでずらしました。さあその追撃、ただ届きそうです。最後のあーっと譲った、これをレッドバフで最後、そしてミニオンブロックアット、危ない。ファーストブロットはタッスル、そしてトップレーンに寄っているのはホリス、アミも寄っている。タッスル逃げ道がない、フラッシュはもうありません、譲りました。さあダブルキルはホリスです。明石選手がギリギリのところを耐えたというのは非常に大きかったですね。これでホリ選手レーニングつらかったと思うんですが、2キル入りました。ダークシールも買っていたというところでスタックも溜まってますからね。非常に大きなキルが彼に入りましたね。ここまでよりの早いチームではなかったんですが、特にホリ選手がこういったファームタイプの明治チャンピオンを使った際にミッドレーンから動くということはあまりなかったですよね。リプレイです。
どの段階で堀選手寄りましたかね。まあ、このヘクステックアルティメイタムに対してグラガスのアルティメイトがカウンターになるというところですね。ここの段階から寄りましたか。ちょうどブルーバフ勝っていたというタイミングでもあったようですね。渡してそのままと、タワーを無駄に受けてしまったというところも大きかったですね。ここからバーニングコアとしてはミッドレーン堀選手が対面のラムネ選手を抑え込めるようになるのであれば大きなカジュアル2キルになりますね。さあただトップレーンエビを育てるつもりですランページ。おっと、モヤス選手とダラ選手もトップレーンローテーションしてますね。なるほど、トップレーンに4人いますか。おごりを使用した、使用してしまったというべきか。この状況では明石見えていない、氷河のレッグは届いていません。タワーダイブテレポートですぐさま反応しています。これはホリスのテレポート、そしてキャンセルしました。キルにはつながりませんがタワーは取れそうです。ランページレガト選手のアルティメットを使ってトップカバーするかなと思ったんですがそれもしませんでしたね。そしてそこに当てようという動きを取っています。バーニングコア、ファーストタワー獲得はランページ一人で。アミ選手がボットレーンタワー叩いています。オラフであれば確かに早いですがそれでもそうですね、壊せませんね。レッドバフがあるとはいえテレポートで守ります。反応が少し遅れましたか。ちょっともったいなかったですね。ランページとしてはうまくさばいたと、まあ、というのもボットレーンの、まあ、モエス選手とダラ選手が、まあ、エンゲージ仕掛ける一つ主導権を握っている中でまさか彼らがトップレーンスワップしてくるというのをバーニングコアとしては予測できなかったということですかね。まあ、スプリットプッシャーがいるのであればフォアも集めたいですからね。さらにはボットレーン2体の状況から動かしていくことも可能なチャンピオンの中で彼らがそこからずれてトップレーンに変えましたからそれだけリフトヘラルドを優先しているということですかね。ダラが一度リコール、さあワードを購入しリフトヘラルドをここからコントロールしたいと船旅で狙います。さあ狙った、レガト入った、ゆとりもやし、フラッシュワール、ケガレの連鎖、ただラグナルクで当然解除。さあフラッシュアウト、ヒールまで使用しましたがタワーダイブイージーです。最後はゼロストのキル、止めることができませんね。非常にいい動きでしたね。トップのファーストターンに対してプレッシャーかけていく、そこに対してラムネ選手は動いていきますね。カバーしなければなりませんからね。ここのターンが取られると、まあ、イーブになってしまいますからリフトヘラルドのコントロールというのもランページ取れません。さあウェーブクリアに入ります。ラムネ分かっています、渡したくないこのタワー、そして取りたいと意思表示を出しているのはバーニングコアサイド。それに対して、まあ、堀選手もトップカバーするような動き見せていますからバーニングコアとしては確実にこのトップのファーストを取りたいという動きです。ランページはカウンターでボッツサイガンの視界のコントロール、ドラゴン行くかなと思ったんですが行きませんでしたね。もう一回トップレーン行きそうですね。ただ徹底的に追い詰めます。赤石選手がテレポートするためのワードも置けていますね。もう一度ラムネ、ウィーバーウォールがある、当然使用します。中には入りません。いやタワー下でもそう、このハラスがジールの特徴ですよね。このゾーン非常に長いレンジからのゾーンコントロールが、まあ、彼の特徴ですからね。それを生かした、まあ、タワー CG 構成、バーニングコアとしては、まあ、やりたいことがタワーの前で行えているという状況ですね。そしてマウンテンドレイクをその間に抑えていたのはランページ。もう一度やります。さあタラがシールドでタワーを守りながらもうワンウェーブでトップのファーストはバーニングコアを破壊することができますね。そして守ることができないのでランページは下がっていくという判断ですね。リスク管理もしてますね。アミがここにいますよ。そしてタッスルカウンターの動き、さあエンゲージする判断ランページ。ただカウンター準備しているのはバーニングコア、どうする、ゆとりもよし、かかりの連鎖当てて氷河のレッコ、さあ来たがお互いテレポートが早い、バーニングコアの方が早いか、それでもバーストで1キロは取った、タッスル取った、その後のアミラグナの活動中フラッシュインからオリスがスリーバンだ、アルティメットで3人使えたダブルキルゼロスト、そしてテレポートはお互いこれ止めていました。エビが明石のテレポートは止めています。
ました。アルティメットを使って、止めていましたね。しかし堀選手を止めることができなかった。いやー素晴らしいインセクでしたね。完璧でしたね。完璧でしたね。テレポートが早かった。もう仕掛けてくるだろう。彼らが下がらないのであればタワーシージの際に確実に演技してくるだろうという予測をチーム全体で取っていましたね。そしてその結果3キルオン1タワー、さらにはリフトヘラルドまでつながります。15分の前の時点でバーニングコアがアドバンテージを作ってますね。ここで下がらないのがおかしいんですよね、バーニングコアからすると。なのでエンゲージ、カウンターエンゲージしてくるだろうという予測ができていて、このテレポートの速さにつながってるわけですね。エンゲージした瞬間にもうテレポート使用してましたからね。来たなとそういったような反応速度でしたね。さあこれで15分、600ゴールド、グローバルゴールドではバーニングコアが有利を取っています。キャリー2人にバーニングコアをゴールドが集まってますよ。3キルノーデッド1アシスト、そして2キルノーデッド3アシスト、さらにコアアイテム1つ完成してますね。インフィニティエッジとナッシャー、そしてレベル11、アルティメットのレベルが2になってますね。堀選手パースパイクを迎えたと言ってもいいと思いますね。さあそしてネクストドラゴンをどうするか。集団戦、集団戦はこの構成バーニングコアとしてはどうなんですか。非常に悪くないと思いますね、ケイトリン、そしてアジール、レイトゲームキャリーですし、フロントラインとしてはグラガス、タムケンチ、オラフと揃っていますから十分行える。しかし集団戦の形を崩されると苦しいので、いかに相手に陣形に崩されずに、集団戦を行えるかどうかが鍵になってくると思います。ランページからするとこのエビ選手とタス選手の動きが鍵になりますね。さあそのランページエビとタッスルで集団戦相手の陣形を崩す必要がある。おっとタワーダイブ、当然アルティメットでキャンセルですか。フラッシング、フェクステックアルティメットも狙っていますが、そこに当然アカシもカバー、ウィーバーウォールで逃げ道を分断しています。ラムネはバンシーを持っている。さあ今度はアカシが炭鉱していますが、おごりは使用した後、そしてエビは体力が低い中それでも時間を稼いでいます。さあ1キル取ったらバーニング、あーっとキル拾えるかと思ったらボディスラム、キリングスプリーコールがホリスに流れる。そしてリフトエラルド召喚、ミッドレーン守るのは3プレイヤー、ランページ、バーニングはノーネットです。今回しかもゼロ選手はレッドバフありますからね。ミッドのファストはこれ破壊できますよ。あのランページですらというようなシーンになっています。ちょっとうまくいっていないですね。いやジンクスというのは本当にあるんでしょうか。いやありそうですね。さあスマイトを打ちましたがレッドバフがある。なんとかダラのシールドでダメージを軽減してインナータワーを守ることに成功します。ここでタワーシージよりもタワーを守るホリス選手を先に倒さなければタワーに対してアプローチできないという判断で仕掛けていきましたが、まずここでフラッシュを使わせたというのも大きかったですね。さらにはアルティメットで入っていきましたが、赤石選手のカバーが本当に速かったですね。そして非常に長いレンジからホリス選手がダメージを出し続けた。ここはまあアジールの強さというところが光ってましたね。エビもうまかったんですけどね、おごりを見てからのアルティメットで完璧でしたね。まずやはりヘクセックアルティメットはキャストした瞬間に無敵になるので、グラガスのアルティメットをかわせるというところがあったんですが、ホリス選手に対して打ったのではないというところが重要なポイントでしたね。彼がずっとダメージ出し続けることができましたからね。逃げようとしていたのにアルティメット、あ打ったんだったらダメージ出すよみたいな形でしたからね。そしてダークシールのスタックが10、この後クリスタルセプターですかね。アイテムを見るとそのようですかね。そしてゼロスト選手コア2つ18分の時点で完成しています。かなり早いですね。相当早いですね。だいたい25分前後ですからね。さあトップのインナーを狙っているホリス、これテレポートの準備でしょうか。まだクールダウンです。エビ選手がボットレーンから消えているのでミッドガンクを警戒した、そういった動きですね。なるほど、チーム全体で情報がしっかりと共有できているというのが伺えるシーンですね。エビが見えたら、あホリスがミッドレーンを押しました、そのようですね。そしてミッドからトップにかけてしっかりと視界を取っていく。ドラゴン次上がりますが、ちょっとバロンを意識したような形にバーニングコアなってますね。確かにドラゴンオーシャンドレイクなのでそこまで重要性としては低くはありますが、
さあどうする。オーシャンドレイクは上がりました。ただバーニングは CG 構成で言うんであればオーシャンドレイク取ってもいいのかなと。そうですね、睨み合いの時間帯を続けるんであればオーシャンドレイクの価値というのは非常に大きいですよね。相手からダメージ受けなければいいわけですからね。戦闘状態になっても問題はないですから。そうですよね。あとランページからしてみてもその睨み合いでオーシャンドレイクはかなり作用しますから。ただ当たりに行くようですか。そうですね、エビ選手の動きをかなり警戒してますね。バーニングはやはりこのカミールに陣形を乱されたくないと。そうですね、エビが動けば消える。ただワードにこの動き映っています。このランページの視界のコントロールでバニンコアのローテーションを潰してます。おっとおっと、誰が乗った。アミが乗りました。狙いに行くのはタスするか。ただちょっとこれは捕まえることはできません。カウンターでバロンを行っているかもしれないというのは警戒のアルティメットでしたかね。ああなるほど、これはカミールを使うエビ選手がボットに見えてますよ。タワー支持しますね。そしてタワー獲得はバーニングコア。明石までここにいました。ボットをプッシュして、味方に合流という動きができてましたね。さあランページが振り回されています。今年からサマーからLJL 一部に昇格をしたバーニングコアのチームがあのランページを苦しめている、そういった状況です。さあオーシャンドレイク、これ本当に昨日もそうですし本日の1ゲーム目もそうだったと思うんですけど、タワーを優先して狙っていくのが、まあ、下位チームと、で上位チームは取られてもドラゴンをどっしり取ると。本当そうですよね。これずっと続いてるんですよ。ずっと続いてますね。特にここ、まあ特に印象的だったのは USD とラスカジェスタの1戦目なんか特にそうでしたよね。全く同じようなゲームの展開になっていると思います。というよりもランページサイドからすると、まあ、というよりもドラゴンを取る側からすると相手の行動に対してぶつかりに行くことができないので、戦闘が起きない反対側のオブジェクトを取りに行っているというような動きになってますよね。まあ、ただこれは上位チームの、まあ、勝ってる強いチームだからこそできる行動なんですよね。そうですね、隙を見てドラゴンを取りに行く。オブジェクトの交換を行うのは非常に重要ですからね。ちょっと気になるのが、はい、ポリス選手がボイドスタッフなんですよね。かなり早い。ラムネ選手の魔法防御のステータスが高いというところでボイドスタッフを優先しましたか。あとはタッスルも高いですね。さあついに無視してタワーを降り始めました。エビ、この動きができるようになればランページテンポが作れます。バーニングコアとしては早めに動かしたいというような状況になりつつありますね。ボットレーンからエビ選手がゲームのテンポを作ろうとしてますからね。時として忍耐が生と死すら。さあ明石、これはちょっとタワーが折れそうか。狙っています。折れますね。ブルーチームのタワーが破壊されました。さあボットのアウタータワー獲得はランページです。バロンラッシュですね。触りますね。これは触った。タッチする気づいています。さあスティールは得意なプレイヤーです。まずはウィーバーウォール、テレポートをした。スティールは取った。やっぱり取るのかよ。さあバロン獲得ランページリーシュありがとうでしょう。いや今バーニングコアとしてもバロンのピット内から出すためにホレス選手がアルティメット使ってゾーニングしたんですが、ゾーニングされてる最中にスマイトを打って取りましたね。何が見えてるんでしょうね。何が本当に見えてるんでしょうね。いやただかなりバロンをやる速度というのはバーニングコア非常に速かったですから。速かったですね。判断としては間違ってなかった。そう間違ってなかったと思います。非常にいい判断だと思いますね。問題はタッスル選手に対する、まあ、ゾーニングというところが徹底しきれなかった。バロンピット内に彼を入れてしまったところですかね。ただゾーニングできるプレイヤーは多分ホリスだけですよね。明石があとはテレポートで合流できていればと、ね、アルティメットを使ってゾーニングがありましたが、まあ、テレポートしている最中でしたからね。少し入ってくるのを待ってもよかったかなと。ここで視界を取られた時点でどうするかですよね。うわ飛ばされてる最中ですよね。そうですね、
ギリギリスマイト射程ギリギリですよね。ギリギリでしたね。射程内あるタイムでギリギリ取り返せたというシーンでしたね。入って1回バロンタダックのをやめて倒すみたいな判断が、そうですね、そこができると良かったですね。もしくは確実にピールしきるまで、もしくはバロンピット内から剥がすまでバロンを殴るのをやめるという判断も可能だったと思いますが、ただまあ難しい判断でしたね。さあこれでテンポを取り戻せるかランページ。全員バロンバフを持っています。この状況であればミッドレーンの、まあ、睨み合いではなく、エビ選手が使うカミールから動かしていくという狙いがランページとしてはありそうですね。ただちょっとホリスのダメージがとてつもないダメージ出てましたね。今タッスルこれ2回殴られただけなんですよでヘックスにイージスまで持っててこれだけ削れたので、セカンドアイテムにボイドサフを選択した効果というのが見えてますよね。さあただそれでもじわりじわりとミッドレーン仕掛けていきます。まあ、この間にどれだけエビ選手がボットセカンドターンを破壊できるかどうかですが、ちょっとアプローチはできていません。ミッドのファーストターンに対してエンゲージを狙うようなポジションを取ってますね。当然それを見れば明石も対応します。おっとアミが捕まえに行った。エビを狙いに行く動き、ボディスラムから。さあどうする、ノックアップはうまく当たっていない。ここはフックショット、大ごりで手前に寄せればというようなシーンでしたが、ここはフックショット間に合いました。エビは離脱成功。ただこのプレッシャーによってバロンバフは生かせていないか。もうテレポートボットレインに使用します。セカンドタワーの CG ですね。これはずっと対応させられている明石にとってみればもうマナがありません。マナがないことを把握した上の動きのようですね。スクライアーブルーム映っていない。ウィーバーウォールから孤立は孤立がしましたが、レガトがこっちだよと呼んでいますが、ホリス選手がとんでもないうわー、フラッシュアウト、俺は大丈夫だからとそういった声が聞こえてくるようなプレーです。ミッドのファーストタワーランページ破壊することができましたが、バロンバフを持ってようやくファーストタワーを1個破壊できただけですからね。ここはバーニングコアの構成の強さというのをランページとしては崩すことができませんでしたね。アジールってどうなんですか、サマースピリットちょくちょくピックアップされてるんですか。いや初めてだったと思いますね。僕があの2017スプリングは海外ではちょこちょこありましたよね。ありましたが、サマーは確か一度もピックされていなかったと思いますね。何が強みとして一番影響力を出せていますか。やはりロングレンジの、まあ、ゾーニングですよね。非常に長いレンジから睨み合いの状況を崩せる、体力、相手の体力を削れる、もしくはミニオンを非常に長いレンジから処理することができる、距離の長さというのが非常に有効活用できますね。インファーナルドレイク獲得、バーニングコア、そしてネクストもインファーナルです。これはゆとりもやしにとってみればロングレンジのキャリーが2人いるわけですから、確実にフロントラインに対して、まあ、アルティメットを当てなければなりませんが、けがれの連鎖がしっかりと連鎖しますかね。そうですよね。あと痛すぎてたまらずヘックス購入してますからね。これゆとりもやしがヘックス買うのってかなり珍しいですよ。珍しいですね。すでにソラリがある中でも買わなければならないというような状況ですからね。さらにはゼロスト3コア完成。おー、ルーデンエコーですか。ホリス、サードアイテムバースト相当出ますね。そして移動速度も速いですよ。捕まえることができるのか。ラムネのウィーバーウォールでうまいこと分断をするか、タッスルとエビがバックラインに入るか。そうですね、特にエビ選手の動きが重要になってきますね。さあそのエビ、ただここは視界ワードで見えています。明石が対応、ラムネのウィーバーウォールも狙っていますが、バーニンコア視界を取れている。さあ入る、いやエビただ入れない、チリカバーできています。さらにホリス選手を晴らすというところも効いてますね。ウェーブクリアがちょっと苦しそうですよね。ランページトップとミッドのウェーブコントロールランページ取れているわけでもないので、この睨み合いをバーニングコアとしては続けることができますね。
若干ですがトップレーンプッシュウェーブになっていますが、もう一度仕掛けたか、どうする、エビ、いや入れない、アミが今度は通路を塞いでいる、明石かアミが通路を塞いで、そしてホリスはタワー下にいる、この4人のプレイヤーをゾーニングできています。その間にゼロス選手がタワーを殴る、しっかりと役割分担できてますね。さあこの状況をランページは突破しなくてはいけません。いや諦めましたか、演劇できないと、そのようですね。ただウィーバーウォールでこれ守る判断です。汚れの連鎖は届いていません。アルティメットが2つ落ちました。ミッドのセカンドタワーに対してプレッシャーかけることで動かしましたね。全員で動きます。いや船旅で、船旅でここに入って気づけていない。フックショットありますがホリスが仕掛けるフラッシングからのアルティメット、ここは決まりません。エビが避けています。ここでホリス選手のフラッシュを落とさせたというのも大きいですね。オブジェクト的な、まあ、ゴールドアドバンテージというのもこれランページ取り返せましたから、トップオプッシュというところでジオ無尽にエビ選手が動かしてますね。さあランページ起点を利かして、これはもう先手を取り返したと、そう言えますね。バロンのケアもあります。ホリス選手のマナと体力がないですからね。テレポーターまだクールダウン、急いでリコールしたいでしょうが、なんとかバロンの誓いのルートは確保できましたから、これでバーニングコアとしては一つ安心したような状況ですね。ただエビ選手テレポートある中でボットレーンの睨み合い、もしくはシージというところを今後開始していくと思います。そこをバーニングコアがどう対処するかですね。タムケンチの船旅、しかしボットレーンに対して使ってしまうとバロンへのプレッシャーが薄れてしまうとなると、バロンをすぐさま行ってバロンベイト、もしくはバロンラッシュという判断以外ちょっと難しそうな感じがしますね。ランページとしてはそうですね、やはりボットレーンにエビ選手を向かわせますよね。さあランページ得意な形をついに作れました。そしてそのパワースパイク、まあ迎えたと言ってもいいでしょう。ここからエビが動かすのか、それともこの他の4名が動かすのか、この選択を迫る形というのは非常に得意としています。明石選手レベル15、エビ選手レベル17、1対1ではどうにもならないですね。タンクアイテム揃えてはいますが、レッドバフもちょっと取るの怖いですよね。明石がカバーに入っています。フの旅仕掛けた、おっとこれゼロストが合流遅いと思いますが、テレポートからダラを狙いに行くか、ゆとり名刺を狙いに行くような動き、スロー入った、フラッシュアウト、ケガルの連鎖、ラグナロクで一気に詰め寄るのは網、ゆとりもやしを捕まえればいい。フラッシュある、ヒールもある、おごりまで入るがシールドを見返る、そこに氷河のレッコースライダーにエビアダッチタワーを取っている、さらにラムネもタワーを狙っている、さばき切った、ランページはさばき切りました。5対3を3人でさばき切りましたよ。これ2タワー、ボットのインヒビタータワーに対してエビ選手アプローチしますよね。折れますね。そしてそのカウンターでバロンですね。このままバロンに対してランページシェアプレッシャーかけに行くでしょうね。さあテレポーター次持ってるのはホリスです。ボットレーン対応している、ただホリスがいないだけでランページはかなり楽でしょう。テレポート使用しました。さあどうする、やめればいい、いやウィーバーウォールで続ける判断、通れない、オラは通れない。さあホリスが一人で守りに行く、このバロンを取れるかどうかが大きいが、ものすごいホリスのダメージが入っていますが、それでもバロン獲得はランページ、ゆとりましたらもうフラッシュありません。ここは逃げることはできないでしょう。バロン獲得ランページ1キル獲得バーニングコアです。いやしかしそれはおっとレガト捕まえてエビヘクステックアルティメイト、あこれはいやこれでバロン爆をエビ選手持たない方が大きいですよ。んーちょっともったいない、アカシとのワンボイは勝てるだけにということですよね。そうですね。さらには人数差が今ありますから、インヒビタとは狙えるんじゃないですか。狙えると思いますね。エビさらにゆとりもやし、重要なプレイヤー2人が落ちている状況です。ウェーブクリアはラムネ選手に一任する形になります。彼が非常に重要になってきますね。さあ CG をかけているテレポート、いや船旅戻ってリコールして、さあここで合流、今は現在 3V3 の状況ですが、ここから 5V3 の CG になります。さあホリスが来た、ホリスが来た、一気にラインが下がる、ここをランページとしてはカウンターしなければなりません。ゆとり前選手が復活しました。彼のアルティメットですね。 5V4、 ただチェイスはするか、エビのテレポートが上がっている、インファーナルドレイクを狙いに行くか、
エビはテレポートがあります。テレポートするためのワードというところは各地に設置することができてますね。特にボットのトレニブッシュのところに対してコントロールワード置いてありますが、トラップだー、ダラを捕まえた。ただシールドブリンクアウト、氷河の烈行捕まったのはタラコ、赤忍び、テレポート使用しました。ランページどうする。ミッドレーンから弾き出したのはランページです。そしてインファーナルドレイク、すぐさま触っているのはバーニングコア、タッシュが満杯、スティールを狙っていますが取ることはできません。インファーナルドレイク、これで2スタック目。ただランページはミッドの、これはターンを狙っている、リコールを妨害する動き、アミがそれを、これは防ぎます。4人リコールすることには成功。その間にインヒビターターンを狙っているのはランページです。これが取れるでしょう。インヒビターはどうなるか。さあ狙っていますが、いや防衛が早いか、エビの体力危ない。おあったらものすごいバーストを出しましたが、ここは今守りました。お腹の中に入れて守りました。ゼロスヒールダウン、ラムネのビッグダメージが入っていました。ソラリを使用して守っていましたね。帽子のデスキャップのダメージがとんでもないことになってましたね。いやしかし総合的に見るとバーニングコアバロンがない中でビットのインヒビタ破壊しましたからね。ランページはインヒビターまでは行ってないんですよね。そうなんですよね、インヒビターが取れてはいません。そしてインファーナルドリンクをバーニングは2つ重ねることができました。これでホリス選手のダメージとんでもないことになりました。これこのデスキャップいきますからね。これが完成したらとんでもないことになりますか。そしてゼロスト選手がこの後ガーディアンエンジェルですかね、彼の攻撃力というところも相当高くなりますね。さあバーニングコアにもチャンスがある。ただランページにもチャンスがある。マップの状況的にはランページが有利、そしてそのマップの状況を生かしやすい構成になっていますから、スプリットプッシャーがエビ選手使うことになっています。ここのミッドボットのアドバンテージを生かしていきたいですね。一方バーニングコアとしてはミッドレーンのスーパーミニオンが押し寄せている間に、ボットのスーパーミニオンを発生させるためにインヒビターを狙っていきたいですね。あとエビのテレポートが今クールダウンなので、このクールダウンが上がるまではランページ得意なスタイルできませんね。そして一方赤石選手テレポート上がってますからね。そうですよね。さあここはかなり前に削った後ですから、この後が大事です。ランページが守るのか、それともバーニングコアが破壊するのか。いや赤石選手素晴らしいですね。相当警戒してます。トップレーンプッシュするのは 1V1 でやられては絶対いけないですからね。ただ強い、いけると判断。ヘクステックアルティメイト、あーと壁によって外に出ていない。さあエビいけると判断しています。赤石はフラッシュクールダウン。さあ壁の向こうに逃げてもどこへ行くんだいと追撃できるのがこのチャンピオンです。さあこれで人数差ができた。ランページあとは仕掛けるのみか。テレポートはただない。それでもトップサイドに2人敷いてる状況。ここで当たればと USC だが、ラムネのウェーバーウォールが突き刺さっている。たまらずラグナロクを使用しています。アミ、さあそして後ろから迫ってるのはタッスル。エンゲージができる竜の怒りはアルティメットはクールダウンが上がっている。キックがある。どちらを狙う、反転か。さあ誰を狙う、フラッシー狙ったのはレガト。タム県庁まずは飛ばした。そのタッスルに全オーガス、ゼロスタラ仕掛けを下げているが、エビの追撃チェイスになっているか。カイトはできている。ゼロスタラ体力ありません。ここにサジ、いやうまくホリスが守ったかと思ったら最後はホリ、ここはラムネだ。トリプルキルはラムネ、エース獲得。ランページタッスル選手の動き、かき乱す動きが完璧でしたね。完全に相手のフォーカスを自身に集中させながら、エビ選手の到着を時間作るような動き、完璧でしたね。やはり集団戦強いですね。そしてしっかりとバックレーン破壊していきますね。ミニオンウェーブがないですからネクサスタワーを破壊するというのはちょっと難しいと思います。ネクサスインヒビター2つ破壊して次の動きになりそうですね。バロンまで残り1分50秒、まあ、このバロンを狙いに行くような作り方ですか。そういった形になりそうですね。今回エビ選手テレポートを使わずにボットの集団戦に参加する形になりましたから、バロン周辺での睨み合いでは彼のスプリットプッシュ、そしてスーパーミニオンも生かしてのプッシュというところがボットに対して大きな圧力になりそうですね。このラムネ選手のウィーバーウォールが素晴らしかったですね。オータダクできないんですよね、ゼロストが。そしてここからのタッスル選手のプレッシャーというところが非常に大きかったですね。しっかりとワードによって把握できてはいるんですが、体力をうまく使いながらの、まあ、かき乱すような動きですよね。ここでホーリス選手を集団戦で外して、ここでフラッシュも使わせる形になりましたからね。もちろんホール選手としてはリバイの方に逃げるルートもあったんですが、それをしてしまうと完全にゼロス選手が潰されてしまうので、
フラッシュインしてチームの集団戦のところに戻ってアルティメットで状況を打開しようとしたわけですが、時すでに遅しでしたね。タッスルとアイディア、そして雨に飛んでダブルでチームに戻るというあのプレーですよね。見事でしたね。ただこういったのをこのチーム構成では求められてるんですよね。非常に難しいプレーですけどね。バーニングコアの形としては集団戦非常に強い構成なんですが、先ほどのようにキャリーが相手と距離を縮められてしまうと苦しくなるというような構成です。いかにランページとしてはキャリーに対して、まあ、仕掛けていくことができるかどうかが鍵になってますからね。さあそしてグローバルゴールドでは7000ゴールド差、8000ゴールド近くあるでしょうか。いや7000ゴールドですね。7400ゴールド差あります。そして40分がそろそろ経過しようという段階でドラゴンまで残り30秒、そしてバロンはアップしました。インヒビター2つ獲得しているのはランページ、ミッドとそしてボットのインヒビターを獲得しています。エクステックアルティメイタムエリガ 1v1 おごりを使用して解除できない。レッドバフまで持っています。これでディスエンゲージのツールであるグラガサのアルティメットを使わせることには成功しましたが、一方でカミルのアルティメットもないですよね。このままスプリットプッシュを続ける判断ですね。もうネクサスタワーまで狙っていいよと。そのようですね。となるとこの 4-4 のところでバーニングコアとしては動かさないとまずいですね。ただエンゲージをするスキルというのがあまりない。今船旅を使用して乗っていますが、これはアミが乗っている。氷河の烈光から集団戦、すぐさまフォーカスを浴びせて1キル獲得ランページ。さらにダラのシールド、ブラームのダラのシールドが効いている。ダメージが出せません。バーニングコア1キル獲得ランページです。動かさなくてはいけない、分かっているので動かしたんですが、ランページが上回りました。ブラウムの強さしっかりと出ましたね。一つの方向からずっと堀選手とゼロ選手が殴っていましたから、シールドでかなり減衰されてしまいましたね。そしてバロン獲得はランページです。さあ指を止めなければこうなってしまいます。そしてエルダードラゴンを抑えてネクサスを狙っていくという形になりそうですね。さあブルーバフ、バーニングコアとしてはインヒビターが上がるまで耐える時間帯になると思います。そしてバロンバフが切れるまでですね、そういったプレッシャーをしっかりとまあかいくぐりながら自分たちとまあ相手の状況がイーブンになる時間帯まで我慢するというところが重要ですね。エルダーも触りました。エビが一人で時間を稼ぐ動きです。さあエルダードレイク獲得はランページ、これで1万1000ゴールド差。ミッドをプッシュしてボットをプッシュして、あとはトップレーンの、まあ、インヒビターターンに出してプレッシャーかけていくという形になりそうですね。さあミッドボットをプッシュだ。インヒビターはない。もうそろそろ上がりそうです。そうですね、もうそろそろ上がります。船旅エンゲージをしたいか、キャンセルです。まもなくブルーチームのインヒビターが復活します。ミッドとボットほぼほぼ同じタイミングでのインヒビター破壊でしたから、あと少しですね。ただしトップのインヒビターが破壊されてしまうと苦しいですが、さあそこを壊しに行く。さあ壊した。これで残っているのはネクサスター1本、再びでバックラインに入りました。アミを連れてというシーンですが、これで前線がフロントラインがいません。ランページうまくポジションを移動できています。さあボディスラムフラッシュインから残り、ダラが守った。シールド反応してる。ケガルの連鎖ゆとりボイシーに届かない。お互いにリレンプション。タッスルがバックラインに入ってホリスを狙いに行く動きですが、エビもそこに追撃します。さあガーディアンエンジェルがある中、イグゾーストもらっても関係ありません。残った最後はホリス並み。ガーディアンエンジェルが上がってフラッシュアウト、4キル獲得はランページだ。ダラの超反応で陣形を守りました。そのままネクサスを追ってゲーム1勝利したのはランページとなりました。
非常にまあ苦しいランページ戦いだったと思いますが、やはり彼ら集団戦非常に強いですね。しっかりと難しいタスクをキャリーを守る役に割りなはずの、まあ、リシンを使う多数選手がこなしきりましたからね。リシンを使って敵のバックルに入って陣形を乱して、そして陣形が乱れたところに対してビーバーボールであったり、カミロのヘクステックアルティメイターであったりといったところで完全に崩しきりましたからね。ただこの求め、いや分かるんですよ、理想的な動きをしてすごかったのは分かるんですけど、難しいじゃないですか。相当難しかったと思いますね。そこをこなしきった、まあ、個人技の高さ、そしてまあ自信ですよね。チームメイト、まあ、多数選手であれば行ってくれるだろうという信頼、そしてエビ選手であれば続いてくれるだろうという信頼もあっての集団戦の勝利だったと思いますね。なるほど。ただバーニングアーもしっかりチームメイクしてきましたよね。明らかにレベルが上がっていると思います。非常にいい形が作れていたのは間違いないですからね。20分までのところでもゴールドリード作っていましたし、この勢いを2試合目でも続けていく、まあ、気落ちをせずに続けていくべきだと思いますね。なるほど。さあそれではゲーム2に行きますが、一旦インターバルとなります。一度失礼いたします。